長者ヶ原廃寺跡長者ヶ原廃寺跡は、岩手県奥州市衣川にある平安時代の寺院跡。中村寺から北に約1キロの距離に位置し、藤原秀平の御用商人金売吉寺の屋敷跡と伝承されてきたが、昭和33年の発掘調査の結果、一辺約100メートルの築地塀、本堂跡、西建物跡、難問跡が確認され、 高級な寺院様式の壮大な建造物群跡であることが確認された。当時の築地米は格式の高い寺院や役所しか作ることは許されず、造援するのに多くの労働力が必要とされたことや、出土した弾きの牧書や年代などから、欧州藤原氏の祖先の一流をなす安倍氏が混流したものと推定された。行動や奏亡などは見つかっていないことからそうを、 育成したり修行したりする寺ではなく、仏教儀礼に特化した寺だったとされる。建物は残っていないが、発掘調査で焼けた土が多く見つかり、祖籍に熱を受けた跡があることから、前9年の役で、安倍氏が、源頼地か、吉家夫氏に滅ぼされたと同時に消失したと推定されている。文治5年9月27日、欧州藤原氏を滅ぼした。 源の頼朝が鎌倉に帰る前、時間を割いて衣川の安倍氏ゆかりの地を見学した様子が、あず鏡に記録されており、土塀の中には何も残っていない。秋草が生い茂っているばかりで、どこに礎石があるのかもわからないとあり、頼朝の探し求めていたのが、この長者が原廃寺跡だったとされている。長者が原廃寺跡の礎石は、田橋根山で採石されたことが調査で確認されている。 平成17年7月に、前沢に所在する白鳥館遺跡と共に、国の史跡、柳の御所、平泉遺跡群に追加指定された。ガラン配置などからも欧州藤原氏の祖先の安倍氏が、混流されたと考えられている。技法は、本堂跡と南門跡は、中心軸で揃えられており、その延長線上に、中村寺の丘陵の最も標高が高い部分に、 到達している。本堂と南門に標高差が1メートルあり、南門が視界を遮らない工夫がされている。東側には視界を遮ることなく、田橋根山を望むような設計である。安倍氏滅亡後は、欧州藤原氏の祖先崇拝、あるいは浄土思想の対象として、長者が原ハイジアトが生きていた遺跡と考えられている。2001年に世界遺産登録の前提となる。 暫定リストに平泉浄土思想を基調とする文化的景観の一部として記載された。2008年の第32回世界遺産委員会の審議では登録延期が決定した。登録は結局見送られたものの文化庁岩手県ではユネスコへの再度の申請を目指し、2011年5月に国際記念物遺跡会議が世界遺産への登録を勧告したため、 同年6月に、平泉、仏国土を表す建築、庭園及び考古学的遺跡群、として、世界遺産に登録された。2012年、白鳥館遺跡、柳野御所遺跡、拓国靴、小津寺村小園遺跡と共に、再び暫定リストに記載された。ありがとうございます。